本ビデオは新コロンブスの電磁気学、第6巻交流理論は砂上の楼閣宇佐美保著総文社館の本などを用いて作っております。実際にその AM ラジオとかテレビの波長はというと こんな表をがあります。例えば AM ラジオ100メートルから1キロですね。で普通のまあ、テレビだと100センチから10センチメートル波長がですね、それでまあ可視光線は780から380ナノメーターですね。そして X 線は10かからないしは 0.001 ナノメーターこんな程度ですね。こんなになってまあところがまあ携帯電話は800から 1.5 ギガヘルツでどんどん高周波になって、5ギガヘルツもどんどん使われてるでしょう。またちょっとここが不思議なんですね。電子レンジの周波数はまあ 2.45 ギガヘルツですね。そうするとまあ電子レンジで肉を焼こうとした場合にこういうなんか今までの考えだと肉があってそこへ電子レンジのが当たると当たってここここれがまあこれが肉だとするとこういうふうに表面からこうじわじわじわとこう入ってくる感じになりますね。そうすると中が焼けるのよりもこっちが焦げてしまいますね。ところは全体を温めることができます。そうするとなんだかアインシュタインの光電子仮説というのがちょっと不思議に思われてくるわけです。そして著名なアインシュタインの光量子というものが、紹介されております。ウィキペディアから引用させていただきますと1905年アインシュタインがプランクの提唱したエネルギー量子仮説を拡張し光はプランク乗数と振動数を掛け合わせたエネルギーを持つ粒子光量子の集合体である光量子仮説を提唱し光量子仮説の原理に成功した。そしてこれでノーベル賞を取ったわけですね。アインシュタインの相対性理論じゃなくてこれでノーベル賞を取ったということですね。アインシュタインの光量子仮説で、コンプトン効果というのがきれいに説明できるというんですね。コンプトン効果っていうのは X 線を物体に照射した時三段 X 線の波長が入射 X 線の波長より長くなる現象でこれをこうこのアインシュタインの光量子仮説で説明したということですね。これが一つこう物体に当たって反射してこっちをちょっと波長が伸びるというんですね。ここからラムダというのがラムダ X でもこれが真実なら次の図をご覧になってください。もしこのこれ X 線の1パルス分です1個これが交衝突してこれが波長がちょっと長くなった
抗しますね。しかしアインシュタイン自身は光の速度は一定ですから、この振動数 F ですね、振動数が光速とこの波長に関してはこういう関係があるわけです。そしてこれがこう伸びたとしたら、ここが変わってこう伸びるわけですね。これ変化するわけですかね。そうするとこの一波がこの一個一個に変わるとしたらば、一個一個が同じスペースで変わんないと、これ連続性が保たれなくなるわけです。この辺をちょっと、実験で説明させていただきます。このファンクッションジェネレーターから1メガヘルツと、これをちょっと落として900キロヘルツでもってアインシュタインの光量子仮説をちょっと検証してみましょう。1メガヘルツの振動数の波形がある物体を通したら、例えばそのアインシュタインの光量子仮説のように1メガが900キロヘルツになったとした場合ですね、1メガ同士これがこうなっていく状態をちょっと考えてみましょう。一波がここですね。そして次の2波がこっから1マイクロセック離れたところにまた出てくるわけですね。最初のこの波形が2マイクロのところに、セックのところにあった。そうするとこれを1マイクロこちらにずらしますんで、この波形が2マイクロセックから1マイクロ引いて1マイクロセックにここがなっております。それでこれあとちょっと場所がメモリが4つしか入りませんので、これとこれも消してしまいます。これがセンターが2マイクロセック、これ1マイクロセックですね。それでまた1マイクロセックずらしますので0ですね。0メモリが入りますから、これがマイナス1になります。最初のこれがセンターが2マイクロセック、これが1マイクロセックずらしますので1マイクロセック、またこれずらしますんで0マイクロセック、また1マイクロセックずらしますので、ここがマイナス1マイクロセック、この1メガヘルツの波形が順番に900キロヘルツに変わった模様、ワンパルスごとですね、こうなります。これを全部まとめてみましょう。1,2,3,4波をまとめるとこのような波形となります。これが1メガヘルツのあれを900キロヘルツに変えた場合ですね、それを1メガヘルツごとにこう変えた、では1メガヘルツをここに出してみます。と1メガヘルツがこうあって、ということはこれでは一個一個は900キロヘルツになっても全体としては1メガヘルツになってしまうんじゃないでしょうか。この電源であるファンクションジェネレーターでは、ワンパルスのみの波形は最大で1メガヘルツでしか出ません。金属波ではこの1メガヘルツよりも15メガヘルツまで
これは出るんですが、これをワンパルスで出すには1メガヘルツが最高でしかありません。手持ちの同軸ケーブルで、一番長くできるのが700メートルなんで、それをこのハルジェに年接続します。1メガヘルツでこんな波形ですね。ちょっとが一目盛り500ミリに対して、こちらは100ミリボルトに上げております。そうするとこのような波形が出てきます。これが900キロヘルツのワンパルスですね。これがまあ例えばこれではここに来たと、これがまあここに来たとします。次はこれこれこれという4波を上げていきます。1メガ分として3マイクロこちらにずらします。ちょっと3マイクロ、これが2波目ですね。それでこのメモリーが1個2個3個4個しかありませんので、これと1とこの1メガヘルツ分をちょっと消させていただきます。これが2マイクロですね。次は4波目ですね。今度はこれはここが2マイクロですから、ここが1マイクロですね。これが1メガヘルツを分をのワンパルスが900キロヘルツに変わった場合ですね。これを全部足してみますと、このような波形になります。これは900キロの波形をもう一度流してみますと、でこのパターンはメモリを下げて、200ミリボルト、さっきは100ミリボルトですが200ミリボルトにしております。そしてこれがちょっと入るようにしております。そしてこれを足したのがこれですね。これ一目盛り100ミリボルトでこうなって、これがこれを全部足した形ですね。それでこれは元の900キロヘルツを連続波で上げたやつです。
こう来るとこれじゃちょっと900系とは思えませんね。じゃあこれを1メガヘルツに変えてみましょう。そうするとこのように ほぼ1メガヘルツにそのまんまでこれが持ってやれば出てくるということになります。これが900にしますと、こういう感じですね。どんどんずれていくという感じになると思います。パルスジェネレーターから100メガヘルツ1ボルトを同軸ケーブル1メートルに出力してそのデータを取りますと、このようにして、1メートルの同軸ケーブルに0ボルト1ボルトを入力し、周波数は100メガヘルツ、したがって周期が10ナノセコンド、こうですね、一目盛り10ナノセコンドがワンパルス、こちらは、マイナスの1からプラス1までを1メートルの同軸ケーブルに入力した場合の波形ですね。マイナス1からプラス1、それで、10ナノセックごとにこう出ております。そしてこれはというと、この出力する同軸ケーブルをメートルの長さにして、その先端での、波形を測ってみますね。そして1メートルの同軸ケーブルに流した場合が1ボルト、こう出てますね。それで100メートル超の同軸ケーブルに流した場合には、このようにここは一目盛り1ボルトですが、これは一目盛り100ミリボルトです。だから約 0.1 に下がっております。そしてこんなに長くなっております。そしてこれを、こちらは連続波でマイナス1ボルトからこのプラス1ボルト、こういう波形が1メートルの同軸ケーブルのに流すと、その末端でこういう波形が出ます。それを100メートルの同軸ケーブルに流すと、このようにこれとの対してこれが100ミリボルトですから、約これの10分の1のまた半分ですね、に波形になっているということです。この辺を前から説明しておりますが、ここでもまたちょっと説明させていただきます。こちらは、プラス1ボルトを 100メートルの同軸ケーブルに出力した末端の波形です。こちら側はその100メートルの同軸ケーブルの同じ波形を逆の端子で測るわけです。そうするとこれがプラス1ボルト、こっちがマイナス1ボルトですが、でこれが5ナノセコンド、ここずれました。そしてこれとこれを合算します。これとこれを合算するとこんな波形となります。
この合算波形をまた今度は1周期の10ナノセコンドずらしたものをここに開けます。これが第1波で、これを第2波とするためにこれから10ナノセックこっちにずらしました。そしてこの緑はこれのと同じところにあるのをコピーしました。で、これをまた17セックこっちに移します。で、これがプラスとマイナスの合成、これですね。これはそれの第2波、第3波です。これ3つを合わせたものをちょっと見てみましょう。これはこれとこれを合わせたものです。この3つを合わせたものでちょっとメモリが小さいので、これを消します。そうしますと1波の波形がこういう波形ですが、だんだん2波3波にやっていくと、これのように小さくなって、3波目の波形になると、もうこの連続波とほぼ近くなっていきます。すなわち1波でこんな長い尾っぽを持ってるのをどんどんやっていくと、このように尾っぽが縮まってこんな波形になっていくことがお分かりいただけると思いますね。尾っぽがこうあって、1波2波3波、これを足しますと、この3波目でこうなって、これにどんどんこの連続波に近くなっていく、ということをお分かりいただけると思います。本当はこれもっとやっていきたいんですが、このオシロスコープのメモリの暗算系がそんなにできませんので、この3波までをやりました。すなわち言いたいことは、こういう連続波というものは、本当はこういう1波1波があって、その1波はこんなにずれて出力されるわけです。ところが全部足すとこのように合算されて、こんな風になるというわけです。したがって光というものは、もう光を周波数、その根本的な、電磁石として見ると、その電磁石の集団というのはこういう流れでとなっていて、それを合算していくとこうなっていくということですね。したがって、光というものもこういう感じで、全部これがまた周波数が上がるよ、もっとこれが小さくなっていくわけです。周波数は変わらないということですね。次の実験では、電磁波というのはプランク乗数の合算であると。すなわち、例えば4つの信号を、これをはこのその4分の1の周波数のこれの合算である、そういうことを、どんどんつなげていくと、これに電磁波はプランク乗数の合算であるとなるんですが、その件に関してちょっと、この信号に関して、今回使っている信号に関してちょっと話を挿入します。本調、すなわち本ビデオで使用する信号は RZ、 リターントゥゼロです。信号が出ると必ず次の信号まで同じ0ボルトが出ます。だから、このワンパルスの信号というのは、
この信号プラス0ボルトということになります。したがって次のこの4分これの4分の1周期の波長を4つ加えるということは、このワンパルスはここの0がついていますから、この0のところに次のパルスが来ます。そしてこのまたこの0のところに次のパルス、そしてこの0のところにこれが来ます。そしてこの信号となるわけです。この信号はこうあって、この0がつながって、こういう形で、このように電源からこの100メートルの導蓄ケーブルに電流を流して、これをその末端で作動プローブでその電流値を測ります。これは1メガヘルツを作動プローブで測ったわけで、このこれは1メガヘルツを100メートルの導軸ケーブルに流して、それをその末端で測った波形ですね。このようになります。ところがその4倍の4メガヘルツの波形はこのような波形です。これを、この周期の半分ずつこう4つ重ねたものをこれから作ります。4メガヘルツ、これをの発信時間が256ですから、その半分の125分で次を発信します。次もこう125分でこう発信します。それを重ね合わすとこのような波形となります。そしてこの4メガヘルツ4パルス分を重ね合わせたこの波形に対して、 4メガヘルツの4分の1の1メガヘルツの波形をこう出します。この通りとなります。これはこれと合致します。次はこの今4メガヘルツですが、これはそこで4分割すると16メガヘルツになる、これになります。でこれを4つ足してこれと同じになることをこれから確認します。でこの123この4つ出ましたけど、これを、6メガを、1周期が、62.5 ナノセックですから、その半分 31.25 をつつこれをずらしてまとめてみます。このように、この4つを加えたのがこれになりますね。そしてこれが、4メガヘルツですか。そうするとこうバッチリと合います。次はこの、16メガヘルツの4分の1の64メガヘルツですね。これの周期が 15.62 ナノセコンド。したがってここその半分の、7.81 ですか。をずつこれをこのようにして並べてみます。ちょっと波形が小さいのでこのように大きくしました。まずこの64メガヘルツ
の波形ですね。これは、15.62 ナノセコンドの波形です。その半分ずつをでこれを足していきます。こういうのがあります。これを合算しますとこうなります。そしてこれはこの4分の1の波形である。この16メガの波形と合致するわけです。次はこの64メガヘルツの4倍の、256メガヘルツ、これをこのようにして並べてみましょう。この4つが256メガヘルツを半波長ずつ並べて、それを足したのがこの青い線で、このオレンジ線がこのこれの4分の1である64メガヘルツの波長です。そうするとこれと合致していることがわかります。これが1メガヘルツ、4メガヘルツ、16メガヘルツ、64メガヘルツ、これは256メガヘルツ、だんだん周波数を上げていったわけです。そうするとわりかし見慣れた1メガヘルツがこのような波形になっています。ということは、導体化の同軸ケーブルの導体化の走るのは電磁波ですが、いわゆる電磁波というのはどん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 こういくらでも分割していけば、このように分割していけば最終的に、量子的な波形になるということが考えることができるわけです。そしてこういうこの異常な波形というのは別に異なった波形ではないと。単にこれは別のページで見ますけど、表皮効果がの欺瞞のところで見ることができると存じます。ここで新コロンブスの電磁気学第6巻交流理論は砂上の楼閣をちょっと見てみましょう。例えばその74ページでは、まあ、このような区形波信号があって、こういうプラスとマイナスがあって、これを合算するとこのような波形となる。まあ、こうなりますね。これもっと周期が長いようなもんだと、これがもっとこんなにへっこまなくて、こんなピークが高くなりますんで、こんなふうになるでしょう。そうすると例えばラジオ波なんかこうどん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 ビルの間も入ってきちゃうかもしれませんね。テレビもある程度も入って、そうするとこうなってくると、まあ例えば色がどん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 、
光量が紙、こんな薄い紙でもこの次前のページがちょっと見えるくらいですね、そのくらい落っこっちゃいますよね。その時にこの光量でも波長によって違うわけですね。同じ光でも、赤外線だと1ミリから780ナノメーター。可視光線で780から380ナノ。紫外線でこんな、こうなりますね。同じ可視光線でも、この赤外線に近いのは、波長が短いので、例えば電球に手をかざすと、こんなに赤い色がどんどん出てきますね。これは電球、電灯がこっちからこう指やるとこう入ってきます。こう乱反射しても、赤い方はさっきのこうちょっと残った波形が出てくるということですね。すると青い方はあんまり出てこないと、そんな感じですね。そしてところが、こう X 線の場合はもっと波長が短いですから、こう乱反射したのはみんな消えてなくなっちゃうわけですね。まっすぐ行ったのだけがこう吸収はあるにしても、こうまっすぐ行ったものがこの後ろの甲板に投射されるわけですね。例えば骨があったらこうぶつかって、ここはこっちまで来ないと、こんな感じになることと存じます。この電球のところに、手を当てますと、このように反対側ですが、こんなに映っております。でも手の甲が厚い部分はちょっと見えにくくなっております。したがってアインシュタインの光量子ですけども、ここの部分ですね、ちょっとアップ、この光やプランク定数と振動数を掛け合わせた エネルギーを持つ光量子の集合体であるという光電子仮説ですけれども、このこういうプランク定数と振動数を掛け合わせるんじゃなくて、次のように私は解釈します。光量子、アインシュタインの言う光量子は存在しない。 The light quantum doesn't exist。 光 X 線また電波といえども、各々は電磁子の集合体として存在するのであって、その電磁子にはプランク定数が与えられるでしょう。したがってこの電磁子がプランク定数時間内に進む距離はプランク定数距離であるということでしょう。 ですからこの移動速度は次のように表されます。E イコールプランク距離割るプランク時間イコール 1.616 点点点点点
かける10のマイナス35メーター割る 5.391 ちょん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 かける10のマイナス44秒イコール約30万キロメートルパー秒すなわち C 高速であるということが言えるんじゃないでしょうか。